静岡県の地域について解説する。市町村合併により、境界が適宜変更がされているので、以下の地域区分は、過去において有効であることは保証しない。西部、中部、東部等々未国から、ハイバラ群を除いた部分に相当する。旧浜松市を中心とした地域で、自動車やオートバイ、楽器の世界のトップメーカーが集積し、県南一の工業地域になっている。 浜名湖周辺が観光スポット。地域の詳細については、東東海国も参照するが国の内藤川伊勢と、東東海国の内牧野原大地伊藤に相当する。静岡市を中心とした地域。清水港を中心とした貿易や、焼津漁港の漁業が盛ん。国内の CD やソフトウェアパッケージの多くの生産はこの地域で行われている。牧野原大地は、 日本有数の茶の産地である。静岡市北部は標高3000メートルの南アルプス。フォッサマグナの西南端にあたる。沼津市と三島市を中心とした沼津田型地区と富士市を中心とした富士地区があり、熱海市、伊東市や下田市など、伊豆半島の都市も個性が強く多極的。沼津田方地区は地理的に景品工業地帯との結びつきが強く、 工業都市としての側面を持つ。富士市では、生死業が盛んで、伊豆半島や富士山周辺は、富士箱根伊豆国立公園に属し首都圏などからの観光客で賑わう。また首都圏の通勤圏となるためベッドタウン化が進んでいる。現在、静岡県の富士市と沼津市を中心とした東部と、伊豆地方の広域合併により、約64万人規模の県内第3の、 政令指定都市を構想している。ただし、参加する自治体の財政が健全で合併の必要性が薄いことや、駿河と伊豆という旧国の心理的な壁が影響し、進展していない。総合庁舎管轄地域区分下田、熱海、東部富士、静岡、藤枝中園、北園、浜松県の出先機関である総合庁舎の地域区分。 普段の生活ではあまり意識されないが、概ね生活圏ごとに設置されている。従来は、上記の各総合庁舎に、県の以下の出先機関が設置されていた。しかし、市町村合併が進んだことに加え、静岡市及び浜松市の政令指定都市移行に伴う、権限以上の関係もあり、2005年度以降に、出先機関の大幅な再編を行うことが決定され、一部は、 実施済みである。主な、出先機関は、鴨もの、東部、中部、西部の4カ所に再編されつつある。そのため、業務によっては、別の地域の総合事務所に所在する、出先機関が管轄していることもある。県は、統計の際には、県下を5つの地域に分類している。2008年まで、県立高校前日政普通科進学に際し、適用されていた学区の地域区分。 中学生を採用していた。ありがとうございます。